はい、アランド40のガキです。本日は前々から気になっていた有線と無線両方いけるワイヤレスキーボードを新しく購入しましたので、そちらのご紹介になります。早速登場していただきましょう。こちらになります。じゃん、ビッセルのキーボードになります。多分これビッセルという読み方で合ってると思うんですけども、ビッセルのキーボードの今回は赤軸を購入いたしました。それでは開封をしていきたいと思います。よいしょ。それでは開けていきます。おー、プン。おー、はいはいはい。あ、パームレストも入ってますね。いいですね。で、これが本体ですね。おー、なんか質感いいですね。あ、やっぱ赤軸いいですね。ちょっとまあとりあえず中身を全部出していきたいと思います。はい、じゃあこちらが内容物のすべてになります。結構結構な付属品ですね。もっとシンプルなのかと思ったんですけど、いろいろ入っております。まずこちらが本体ですね。後でじっくり見ていきたいと思います。そしてキーキャップを外すツールの道具ですね。多分こういう感じで、よいしょ、こういう感じで使う道具になります。茶軸なのかこれ。で、あとはピンセットみたいなやつも入っております。これでキーキャップをこう掴むんですかね。で、こちらが替えのキーキャップですね。3つ入っております。 Windows と Alt ですね。3つ入ってます。そしてこれがマグネット式の底面につけるチルト調節部分になります。これをね、おそらくこの背面のここにこう取り付けると、そうすると角度がつく感じですね。うん、あ、こっちの方がいい。あ、パームレストもいいな。はい、こんな感じです。そしてビニール袋に入っておりますが、パームレストですね。ちょっと出してみましょうか。うん、なんかまあゴム製の匂いはしますけど、まあ質感はいい感じですね。なんか PU レザーなのかな。マグネットではないですね。これいいっすね。すごく打ちやすいですね。とあとはこちらは充電用の USB ケーブルになります。端子はタイプ C ですね、が1本と、あとこれなんだろうな、これがね、なんか入ってるんですよね。滑り止めかな、まあ、ちょっとこれをどこに貼るのかがわからないんですけど、おそらく滑り止めのような気がしますけどね。あ、そういうことか。こっちに貼るのかな。パームレストに貼るのかもしれないんですけども、まあ、こういう感じのゴムチックなヘラのような部材というか板が2枚入っております。両面テープ式になってますね。とあとお掃除道具ですね。メガネ拭きのような感じのやつですが1枚入ってます。そしてこちらが説明書ですね。一応日本語にも対応しております。あと本体が入っていた底面に Thank you for your great support for Bissell という紙が1枚入っております。はい、これで全てでございます。今回はね、 US 配列を購入いたしました。サイズ的には 75% カットのレイアウトで84キーになっております。で、 N キーロールオーバーとかマクロ記録機能とか、あとも RGB ですね、光り方の設定で、自分好みに光らせることも可能になっております。では本体を詳しく見ていきたいと思います。持った感じ、まず第一印象がね、重いですね。結構重量感がずっしりあります。一応後ろのチルト調整のマグネットを外して重さを測ってみます。まあ、793g なので 75% カットのキーボードにしては結構重い方じゃないかなと思いますね。結構重量感たっぷりです。ちなみにこちらが G913 テンキーレスですね。これが 812g なので、まあ、このサイズ感の違いで重さが、よいしょ、 800g 前後あるので、そこそこの重量感ですね。で、質感も結構いい感じですね。安っぽさは全然ありません。そして背面にスイッチがありますので、これをオンにすると Bluetooth で接続が可能になっております。で、上面上の側面に Type-C の接続端子および充電端子ですね、両方を兼ね備えている端子があります。ということで早速電源を入れていきたいと思います。オン。おお、ちょっと照明ついてると分かりづらいですね。照明消しましょう。こんな感じですね。結構綺麗に光ってますね。キーキャップ外してみましょうか。はい、こういう感じで上側に LED ライトが仕込んであって、かなり綺麗に発色してますね。
アレクサ、電気消して。はい、こんな感じです。で、これも光り方を変更できますので、ファンキーを押しながら、ホーム、これか。で、光り方のもう変更できるみたいですね。もうすごいな、これ。かなり鮮やかですね。おお。で、一応この光らせ方は19種類のバックライトを切り替えることが可能になっているみたいでございます。で、あとファンキープラスエンドで単色になるみたいですね。はい、まあ、こういった形で9種類の単一のバックライトの色を設定ができます。なのでエンド、ファンキープラスエンドで色の変更、ファンキープラスフォームで光らせ方の変更ができるという感じになっております。あとファンキープラス上ボタンでバックライトの明かりの調節ができるみたいです。ファンキープラス下を押すと明るさが徐々に消えていきますね。で、上を押すとこれがマックスかな。マックスまで来ると白く点滅するみたいですね。これ以上は明るくできませんっていう感じみたいです。で、あとファンキープラス横のボタンでこの光らせる速度を調節できるみたいですね。これが一番早く光らせてますね。で、左を押すと徐々にゆっくりになっていきますね。で、白く点滅するとここまでがマックスの遅さですよと、逆に早くして白く光るとここまでが早く光らせるマックスですよという感じになっております。あと、まあ説明書には詳しく書いてあるんですけども、マクロの記録機能ということでファンクションプラス ZXC キーの組み合わせで3組のキーボードマクロを定義することが実現できると、いろいろマクロの記録操作方法が説明書きで載っておりますね。で、マクロ記録モードは16文字のみ対応しているということでございます。で、一応ファンクションキーは Mac レイアウトと Windows レイアウトで操作方法が異なりますので、これも説明書を見ていただいて、操作していただくのがいいかなと思います。一応工場出荷時は Mac の仕様で出荷しているみたいですので、そこはご注意ください。本機を5分間操作しないとディスプレイのバックライトがスリープモードに入って、30分操作しないと Bluetooth はスリープモードに入るということでございます。で、一応このキーボードは Windows 2000 XP Vista を Windows 7 8 10、MacOS および iOS などのシステムのデバイスをサポートしているということです。はい、詳しくは説明書を読んでみてください。で、今回はね、赤軸と申したんですけど、なんか色を見るとね、茶軸っぽいんですよね。茶軸と赤軸一緒なのかな。ちょっと今ライトを消したんですけど、こういう感じですね。押した感じはね、すごい赤軸っぽい気がするんですけども、まあ一応今回はゲームとタイピング両方で使いたいなと思ってこれを購入いたしました。で、近々噂されている MacBook Pro も購入しようかなと考えているので、まあ、それを買った時にこれで Mac で Bluetooth 接続して作業用にも使っていきたいなという思いでこれを購入しました。じゃあちょっと早速打鍵感を見ていきましょう。今回は Bluetooth で PC と接続をしております。そしてタイピング打鍵感を試していくのは毎度おなじみ寿司だのフリーソフトでタイピングをやっていきたいと思います。で、一応音の収録はこちらロードのワイヤレス GO をこちらに置いて録音をしていきます。で、あと騒音計ですねをこちら横に置かせていただいて、はい、こんな感じで実際のタイピング音を録音していきたいと思います。これでいきましょう。では早速録音の方をしていきたいと思います。今回はおすすめ5000円コースでやっていきたいと思います。打鍵感を聞いてみてください。
はい、という感じでいかがでしたでしょうか。結構押していて気持ちいいですね。青軸と違ってやっぱり静かですよね、このカチカチ感が。うん、いつもこっちの G913 テンキーレス青軸を使ってるので、ちょっとこちらの、まあ、赤軸なのか茶軸なのかなを使ってみると結構新鮮で、すごい打ちやすいし気持ちいいですね。はい、ではいつもであればここからまとめに入っていくんですけども、今回はこちらにこれを購入した理由の一つとして、近々発売が噂されている Apple の MacBook Pro を購入した際にこれを使って作業用で使用する目的で購入したんですけども、もう一個目的があって、それがこちらですね。じゃーん。以前動画でもご紹介したんですけど、アイアンマンのキーキャップをこれに取り付けていきたいと思います。まあ、お恥ずかしい話が、これがですね、アイアンマンのキーボードかと思って、海外のドロップっていう輸入販売サイトから購入したんですよね。ドロップとマーベルがコラボレーションして作った商品なんですけども、まあでもぶっちゃけ蓋を開けて中身を見てみたら、まあ、こういう感じでキーキャップのみだったと。まあ、私もよく読まなかったのが悪いんですけども、まあ、こういう形でキーキャップのみのセット販売ということだったので、であればですね、キーボード買っちゃろということで、今回ヴィッセルさんのこのキーボードを購入しました。こちらのアイアンマンのキーキャップのご紹介も恥ずかしい動画は、概要欄の方に貼っておきますので、気になる方はそちらから飛んでみてみてください。全然再生回数が回っていない人気のない動画になっております。じゃあそれではですね、キーキャップの交換をしていきたいと思います。どれにしようかな、これにしようか。まあ、本来であれば赤い筐体のキーボードにこの赤いキーキャップを取り付けていきたかったんですけども、赤い筐体のキーボードがなかなかなくて、しかもワイヤレスで Mac、Windows 両方使えるなんていう、そんなレアなやつが売ってなかったので、まあ今回はヴィッセルさんを購入してみましたので、こちらのキーキャップを交換していきたいと思います。はい、ということでキーキャップの交換が完了いたしました。かなり時間かかったんですけども、こんな感じになります。じゃじゃーん。結構いい感じじゃないですか。結構ね、自分的にはいい出来栄えじゃないのかなと思っております。まあ、ところどころですね、こういうところとかイラストのキーキャップにしてみたり、あとここもですね、マーベルにしてみたり、ここもエンターキーですけど、アイアンマンが飛んでる図柄ですかね、にしてみたりと、いろいろ遊び心があって、すごくいい感じじゃないのかなと思います。まあ、ただ強いて言えばやっぱりここの側面ですね。ここの側面の筐体がですね、赤色であったらまたこれはこれで素晴らしかったなというふうに今思っております。まあでもこれはこれで、うん、いい感じかなと思いますね。で、電源を入れると、はい、ライティングも赤色にして、アイアンマンのこの赤を際立たせるようなイメージにしました。はい、というわけで今回の動画はヴィッセルのキーボードのご紹介になります。こちらですね、赤軸を購入したと思ってキーキャップ外したら、赤色じゃなくて茶色っぽい軸だったんですけども、まあそれはさて置いといて、まあ打鍵感も非常に良くてですね、こちらのアイアンマンのキーキャップも無事に取り付けが終わりまして、まあまあイメージ通りのキーボードができたかなというふうに思っております。まあ、これで一応 Windows も Mac も両方いけるキーボードなので、今後発売が予想される MacBook Pro を購入したらこちらで作業していきたいと思いますし、まあ、ちょっとゲームで今使ってみてないんで何とも言えないんですけど、このね、キーキャップの形状からするとおそらくタイピング向けかなというふうに思いますね。真ん中がこうへこんでるので、ちょっとゲームでどうなんだろうな、使ってみますけど、
うん、まあ、どちらかというとタイピング向きかなというふうな印象を受けます。はい、ってな感じで今回の動画はここまでにしたいと思います。ピッセルのキーボードの購入を検討されている方の参考になれば幸いでございます。まあ、あと私みたいにですね、キーキャップだけ別に購入してこんな感じで付け替えるなんていうのも結構面白いかと思いますので、まあ、興味のある方はトライしてみるのもいいかなというふうに思います。またこのチャンネルではこういったキーボードですとか PC 周辺機器、ガジェット系の商品を実際に購入してご紹介していく動画をお送りしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録をして次回の動画をお待ちいただけると次回の動画の励みになります。てな感じでまた次回の動画まで。じゃあね、バイバーイ。